ハップナビーチとウェスティン・ハップナビーチリゾートウェスティン・ハップナビーチリゾートは、米国ハワイ州ハワイ島西海岸、小原にあるリゾートホテルで、ハップナビーチ州立、リクリエーションエリアに隣接して建っているのでこの名がある。このホテルは1990年にマウナケアビーチホテルを取得した西部グループが、その少し南にハップナビーチプリンスホテルとしてオープンしたホテルで、 近くのアーノルド・パーマー設計のゴルフ場などは、ハプナマウナケアゴルフコースとして共用されている。1996年から2001年にかけて、ハワイとアラスカのプリンスホテルはすべてウェスティンホテルに加盟した。その後、改修のための閉鎖を経て、所有は西部グループのままであるが、2018年からホテルの運営上は、ウェスティン・ハプナビーチリゾートとして知られている。 白社で有名なハプナビーチ州立、リクリエーションエリアに隣接して立っているのでこの名がある。ハワイ島の西海岸に新しく開発された大型ホテル群のうち、マウナケアビーチホテルと共に一番北にある。コナ国際空港からタクシー、レンタカー、車でハワイ修道19号線経由で約30分である。ありがとうございます。